はいこんにちは昭和改装今回は1977年10月までね遡らせていただきたいと思いますこの時期はねまさに二次規制の年ですねいろいろとね MGC を中心にしてモデルガン愛好家協会とかがね二次規制を阻止すべく本当にけなげの運動を展開したんですけれども結局司法 あ失礼、えー、立法ですね立法府は、えー、我々不安のの、ね、意向なんかを無視してねあんまりねこれ効果的なのかなと思われるよう我々は思うんですけれどもね、まあ、そんな法律が通ってしまって、えー、重心が分離できるタイプのオートマティックこれの金属モデルガンは全廃ということになってしまった悪夢のような時期です。その時期ね 専門誌はどんな広告を出してたんでしょうかということをたどりたいと思いますさて事件ですけれども事件に関してはこれ以前別の動画でね、はいえー、ご紹介しましたのでそちらの方を見ていただくとしまして、まあ、我々忘れちゃいけないのはやっぱりそうですね <laughs> 後からですけれどもなんか分かったのは、まあ、ダッカの日光機ハイジャック事件これもあれですけれども有名でしたけれども。 この時に横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されていたということですね。そして、いだに、えー、取り返せていないということです。はい、そこを押さえておきたいと思います。で、えー、今までちょっとね。作ってなかったテレビの方ですね。77年どんなドラマがあったんでしょうか？って言うと男たちの旅路ですね。これはもう非常に影響を受けましたね。それから、祭り林が聞こえるというのも面白かったですね。 そして大都会パート2。パート2からは、えー、アクション刑事ドラマみたいな感じにね、舵を切った感じですね。パート1の方はね、ちょっと社会派ドラマみたいな雰囲気でしたけれども。それからね、まあ、気まぐれシリー、本格化、石立哲夫さんのシリーズですね。俺たちの祭りっていうのは、また中村正俊さんに戻ったのかな、これ。はい。ダン・フミさんかなんかと出たやつでしたっけ。チャーリー・ゼンジルも人気ありましたね。 それコ戸モンとか定番は続いていて「ムー」なんかも人気ありましたね赤いシリーズはちょっと私ねあんまり見てなかったんで語れません岸辺のアルバムはつい1000年ねはいあのちゃんと見直しましたやっぱ面白かったなと「新夜明けの刑事」から「刑事権カール」ね、はい、これうんちくなんですけれどもね刑事権カールね撮影終了後ね過労死されてしまったらしいんですよ まあカール何頭かいるんですけれどもね。まあこの辺りまたゆっくり話しましょう。ライブの時でも話しますかね。あとね、この間ライブでそれこそ話の出ましたね。華麗なる刑事。草刈正雄さんとね、田中邦にさんの刑事コンビの話ですね。から名作特捜最前線。そして小柄四文次郎のね、続編にあたる新小柄四文次郎ですね。この辺が。これテレ東かなんかでやってましたよね。はい。 でこの時期私も高校生ぐらいになってるんで、もうアニメとかほとんどもう見てないんで、知ってるのは、ヤッターマンとラスカルぐらいですかね。あと、このルパン三世はもう第何シリーズかですよね、この時期ですとね。それと巨人の星、この新巨人の星、ね。あの、左手をね、ダメにしてしまった星ヒューマンが実はね、右利きだったっていう梶原落ちですね。素晴らしいですね。特撮ものもほとんどわかりません。はい。 まあこういういものを一応ねあの調べたんであげておきましたさてそんな1977年ね今日はね10月ですけれども10月をたどりますけれどもどんなね、はい、広告がね我々をときめかせていたんでしょうかと今日はね当時の意き承人としてねこのあの二次規制前の一時期ねセーフティーモデルっていうこの SM モデル SM 刻印の押されたねモデルガンが販売されていましたはい この SM マークっていうのは業界が、ね、規制を避けるために、ね、あのもう改造できないようにバリバリにこの中に、ね、インサート仕込んであるんだぜとかねであるいは、ねえー、この機関部に関しては来、ね、館を打てない形になってるんだぜってこっち側にもインサート入ってるんだっていうようなねそういう、ね、自主的に安全性を高めたモデルこれを、ね、業界の中で認定して SM というマークを打って、ね、打っていたと。 いう時期でございます、はい、これが2、ね、次規制の後は SMG マークになるんですねで二次規制でこういう、えー、重心が分離できるタイプのモデルガン金属モデルガンは、えー、全廃となったんで今も当時物を所持することは許されているんですけれども販売から譲渡そういったものは、えー、法律に違反することになりますので皆さん気をつけましょう。はい、さてじゃあ広告見ていきましょう。 当時ねはい1977年10月の雑誌ですはい、えー、表紙はですねモーゼルですねす晴らしいですはい神々しくねあグリップにね9というねあの例のねレッドナインが入ってますね、はい、クリップでね装填されるところが今ね写されています表紙素晴らしい綺麗な表紙です さて一発目皆さんびっくりしてくださいマルシンさんの広告がこんなにド派手になっちゃいましたこっち側のねもうお姉さんから始まってジュニアガンシリーズ大体ジュニアに売ろうとしてるのにお姉さんってのはどういうことなんだろうというねそれまでこれまではねどちらかというとねお気取りでポンポンとモデルを並べていた感のあるねマルシンさんのこの広告がねバッグがね黒くなってね ま結局、ゴールドに対して捕食みたいな感じですよね。非常に目立たせているという感じですね。そして、お得意のね、木製グリップ。ごめんなさい。材木グリップとか僕言っちゃってますけれどもね。ほんと当時、店に並んでるのを見るとそうだったんですけど、こんないい色してたのはあんまなかったっすよ。今ね、うちにね、確かこれのボロボロのやつが、これかこれの、この辺のやつが残ってますんで、今度ね、お見せしますね。そのグリップの実像をね。 はい、あの別にマルシンさんを臭そうなんて言うとは全くないですよ事実なんでねはい,い,けない皆さんにね私がページめくっている間に見てもらうためにそれからその次のページにはこのねサイパンのね実銃射撃ツアーねオーナーになりませんかみたいなやつですねはい私はねあんまりちょっとそっち実銃の方は興味なかったんでもちろん参加してないですけれどもねそして我らが CMC ですバーン これ逆に今度マルシンさんとは逆にあれだけね凝った感じのねえ背景とかねあるいは必要ですかね黒いモデルをね出してた CMC さんがねなんかこうポンとね置いてあるような感じの今回はえ写真っていうかねえ広告になっていますさすがにこの頃になるともう黒いモデルはまずかろうということもあったんですかねはいキャバロリーシビリアンフロンティアのねプラスチックモデルも出ますよっていうね いよいよ我らが CMC さんもプラスチックモデルに舵を切ろうという時期ですね時代の流れっていうんですかね私はこれ CMC さんをね本当にねやりたくてやったんじゃないんじゃないかなと思ってますね樹脂製のモデルに関しては皆さんいかが思いますでしょうかはいそれからねはい上ロク坊やがこんなところにということでもうどこの 広告かかるいつも漢字だったんですけどね横文字になりましたね上六ンホビーさん相変わらず楽しい広告ですねこのベレッタどこのだろうな MGC のブローバックかなディスコーディンクターのところの切り欠きはね他の会社さんもなんかそのままだったんでちょっとこれだけで私は特定できないですけれどもね、はい、いい感じですね本当にここの広告って 以前、ね、あの <laughs> 内部の方からのコメントも頂きましたけど本当に好きで作られてるって感じでなんか行ってみたいなって思わせますよね魅力的に撮られてますすごくね大好きです私ね俺ルガブローバックしてますね、はい、それでかもう何,何が映ってるかよく分かんないぐらいの勢いですけど、ね、煙すごいですねあでこういうのもね扱われてたんですねアンティーク眼形ね うーんなんか幅広い奥の深いお店だったんですねそれからねこの辺のところでねここでちょっとね規制の雰囲気見えますね在庫処分割引セールっていうことで、はあ、この中にはでも規制で消えるモデルっていうのはこの辺ないんじゃないかあありますねこの辺がそうですね CMC の製品、ね、規制で音は消えていきますからねあっ ここに書いてありますね、ちゃんとね。さすが、広告がすごい。52年12月1日からですね。だからこれ、10月号ですから、8月頃ですよね。もう12月1日から、えー、この中の、例えば P38 とかも売れなくなりますよっていうことがね、えー、一応書かれています。それなのにと、最初に言っちゃいますと、この雑誌では、えー、私が今見た限りでは、一切取り上げられておりません。 その辺非常に不満だな最後にね座談会とかやるぐらいだったらあのスタンスは述べててほしいですよねこれがハドソンさんですねハドソンさんはもうこういう感じでねババーンとねブラックホーク勝負みたいな感じでそしてマルゴーさんねちょっと寂しいっていうかマルゴーさんにしては シンプルなっていうかね、モデル数が少ない感じですね。いつもごちゃごちゃ、ごちゃごちゃっていうか、どさどさっといっぱいね、賑やかなんですけどね。はい、このね、えー、トリガーガードについては以前お話しした通りです。当時私はこの丸5のガバメント持ってるやつね。が、この形おかしいよなんてね、言ったりしてたもんですけれども、大人になってからね、これと同じ実銃の写真を見たもので、ちょっとね、<laughs> 皆さんごめんなさいっていう感じですね。お正月ハワイ射撃ツアーの方ですね。あと JAC。この一番上のやつはね、これなんですキャストモデルなんですかね。いろんなモデルガンなのかどうかわからないんですけど、いろいろ入ってますね。ちょっと中をよく見てないので、あれなんですけれども、ね、それから、大阪ガンルームさんいきましょうか。出ました、キャストのね、ベビーアンプ。 これが新中製って書いてあるな新中キャストモデルですね重かったんでしょうねでも今我々はその雰囲気はねマルシンさんのモデルガンで味わえますねそういえばベビーナンブがまた1個出てきましたはいどう,どうしちゃったんだろうっていうかやっぱよっぽど好きなんですね私このベビーナンブってねこんな感じです 初期の頃はそんんなな高くなかったんですよね。あとちょっとね見ていただきたいなと思ったのはスリングショットでね私結構この時期スリングショットを家の近所の森で遊んでたんですけどこのターゲットなかなか良かったと思いませんかパキンパキンってねゴムこれゴムなんですよ当たるとビヨンヨヨンってなるようなやつだったんですけどもねまあこんなのも売ってましたスリングショットはずっと売ってましたねまああれは日本だとあまり狩猟に使う人 いるのかなやっぱり使われる人がねそれからねこれあのヤングメンズコレクション YMC さんのカタログなんですけどこれ見るとね当時のね金属モデルと女子モデルの比率がハンドガンに関してはねなんか目安になるかなという感じですねそろそろ裏返しましょうかねなんとか焼きみたいにはいそれからはい あとはそんなにあれなんですけども今日ねちょっとねこれこれ実はテイク2なんですよなぜかっていうとですねテイク1の時にねその部分をちょっとお見せしちゃったんでねこれはさすがにまずかろうと思ってね今取り直してるんですどういう記事かと言いますとですねえー、紙面のね8分の1ぐらいいきなりね記事の中に唐突にねまる社のモーゼル 98K を注文された方へ っていうねメッセージが入ってるんですよ、この雑誌に。というのも、この雑誌でね、その予約注文というものをね、受け付けるというね、広告を載せた、その責任で、まあ、載せてるのかもしれません。ま、は、る、い、のモーゼルに関しては、予約注文された方に多大な迷惑をおかけしましたが、何十回も連絡した上ようやくまる社長であったまる氏から誠意ある回答がありましたと。 返金するなり品物を制作して送るなり必ず実行するとのことですので下記に連絡してくださいということでまる社のね社長さんのえ連絡先がね電話番号が入ってます住所とまあつまりこれあの結構知ってる方は知ってる事件ですねあのコメントにすみません書いていただかなくて結構ですすみませんはいあの実名はね避けたいと思いますんでまあそんなねえ黒歴史もねあの方にもあったということですこれはね ちょっととえておかかなななきゃいけないのかなと思いけの思ましたあ,のあんまりね美化しまくっちゃってもいけませんのでねはいそしてね、えー、またねポストホビーさんのやつですねこういうね、はい、質感の高いね古式銃ですねもうアンティークの世界ですねこういうのがやっぱり人気あるんですねはい我々の不安心理とはまた違う感じなんでしょうねこういうのはねもっとねイソな方で じゃないとダメですねすごいですねこれもねイラストでねはいこんな感じで国際産業さんがね目黒にねガンショップオープンしましたってやつですねあとこれはかっこよかったな,なん、ね、一瞬カスタムなのかなと思ったんですけどあのノーマルのやつらしいんですけどもねはい我らが我らがでもねこれ長ガーさんのねやつですねういうはいこんな感じはい あたりかなはいこんなもんですね今回はね。ということでねとうとうねあの規制に関しての話は広告でうかがい知るしかできないような感じ、えー、の専門誌の1977 10年月号でした、はい、いくらね8月末発売とはいえもう目前にね二次規制が迫っているんですから例えばもうそれはどういう扱いをしなければいけないよっていう法的な部分とかねそういったものね。 もうちょっとね何て言うのかなアドバイスとは言わないですけれども、まあ、啓蒙するべき立場にあったんじゃないのかなというふうに思っております。はい、ということで、えー、こういうね、えー、オートマティックがね消えてしまうことになる1977年のね12月から施行される12月1日から施行されたですね。はい 第二次規制ですね、この辺のところについてですねしばらく追っかけていきたいなというふうに思っております。ということで昭和田ん訪今回は1977年10月まで遡ってみました。ではまた。